食べ物を扱う責任として、やっぱりあの美味しくないものを一生懸命作っても悲しいだけなので、そうですね、私が生まれてからずっと朝ごはんにあの食パンを食べていて欠かさずなんですけど、なのでこう日常的なもので何かこうアート要素を入れるってなると、結構必然的にトーストに描こうっていうふうに思いましたね。特にあのトーストアートだと分かりやすいんですけど、コロナっていう環境でもう自分が怠けてしまって精神もちょっと疲れているっていうところに、そこからこう日常の中に何かアート的な要素を取り入れることで、こう外には出られないけどこう感受性の旅に出れるような、そういったこうワークをしていきたいなと思って始めたのがトーストアートです。全然下書きとか設計図みたいなものは一切書かなくて、なんか前日の夜に何を描こうかなっていうふうに考えるんですけど、その時考えるのが甘いものかしょっぱいものどっちが食べたいかなとか、オリジナルにしようかオマージュにしようかどっちにしようかなみたいな漠然とした感じで、一度こうなんだろうな、漠然とイメージを膨らませた状態でスーパーに行きます。でスーパーに行ってからどの食材が合うかなって考えることが多くて、結構スーパーの中を30分ぐらいうろうろすることもあるんですけど、それで、実際にじゃあ作ろうってなった時もあの包丁でいろいろ切ってみて、あ大きかったみたいな感じでまたこう切り直したりとか、あこれこの具材付け加えてみようかなみたいな感じでもう一回スーパーに行ってみたりとか、割とこうライブその場で臨機応変に作っていますね。食べ物を使ったアートなので、やっぱりこう見た目はもちろん美味しくないと、大前提で美味しくないといけないっていうふうに思ってます。なんかこう厚もちろんあの冷蔵庫とか使っているので、あの味に何か大きな支障があったりとかはしないです。清潔新鮮な状態で作ってるんですけど、こう嬉しいっていうポジティブな感情はもちろんなんですけど、こう苦しいとか悲しいとかそういった感情から、こう何かものづくりのこれからものを作るきっかけなんだなと私は思っていて、いろいろなものにこう立ち止まってみると、当たり前だったこと、見過ごしていたものがどれだけ美しいかとか、すごくこうメッセージが込められたものなのかとか、そういったことをあの見つけるいいきっかけなのかなというふうに私はこの時期思っていて、なのでこう自分を見つめ直す時間っていうのを大切にすると良いんじゃないかなと私は思っています。